うん、いいね。いいね。ちょっと雪山編ね、長くてずっとポンポン帽だったからさ、他の帽子かぶろっかなって思って、このですね、ベレー帽ちょっとつけてみたんだけど、ベレー帽は強いよな。これは帽子の中でもね、トップ級だなって。どの色でもね。俺の場合オレンジに合わせないといけないからな。ブラウンいいと思う。ちょっとこれでいきますか。うん。なんか重いなーって思ってたんだよね。すごい処理が重いなーって思ってた。フェアリー組のね、アジトを攻略していこうと思うんですけど、その前にね、ちょっと今回はやりたいことがあって、前回さ、エーフィー捕まえたじゃない？うん、このエビフライをね。エビフライ捕まえたと思うんですけど、ブイズに関しては、要検討というね、ステータスで止まっちゃっていたと思うんですけど、動かすならこのタイミングしかないかなって思って、ちょっとね、捕まえといたわ。シャンプルタウンのね、隣のとこでね。まあ、ヤング岡田の右隣からですけど、要検討はね、ちょっとこのままEVのままにしようかなと思ってて、それぞれ捕まえるボールとかもね、こだわってるんですよ。要検討はモンスターボールで捕まえてるんで、ちょっとEVのままにしておいて、で、名前ね、エビフライっていう名前にしたんで、食べ物シリーズでね、行こうかなとか言ってたと思うんですけど、結構難しくて、ここはもうね、ちょっと違う方向性に変えてしまいました。宝石シリーズだね。アクアマリン。この子はシャワーズになる。ヘリオドール。サンダースになります。ガーネット。ブースターになる。ラピスラスリ。グレシアになる。オニキス。ブラッキーになる。そして、エメラルド。リーフィアになる。どうよ。で、エビフライ。めちゃめちゃ浮くが、エビフライが。その浮きっぷりも可愛いかなって思ってね、ちょっと作ろうと思う。で、まあアクアマリンちゃんとかね、この子ね、メスなんだよね。アクアマリンとガーネットがメスかな。たまたま捕まえられました。まあ石進化する子はね、簡単だもんね。水の石だけ多いな、なんか気のせい。水の石だけが多い気がする。じゃあどんどんね、進化させていきましょう。まずはシャワーズから行ってみよっか。お、あ、みんな逃げちゃった。あれ、デスドータクこんなところにいたのか。ここにも出るんだね。アクアマリンの様子が。シャワーズね、シャワーズはね、今ポケスリでも使ってますね。俺ポケスリのシャワーズクソ強いんだよね。おお、あ、なんか花に埋もれちゃってちょっと見えづらいね。シャワーズのアクアマリンね。シャワーズも見た目いいよね。初代ではね、俺いつもサンダースにしてたから、もらえる EV ね、タマムシシティでね。シャワーズをちゃんとなんか使ったことはないかもしれんな。こういうポケモンの本編でね。アワハキポケモン。水辺に住むが、尻尾には魚のようなヒレが残っていて、人魚と間違う人もいる。かわいい。180がシャワーズなんだね。水鉄砲。一応覚えとこう。じゃあ、やさぐれオイルの涼子のところで進化させて、そのささくれだった心を癒してやるか。次、ヘリオドールをサンダースに進化させます。サンダース進化。おお、あ、やっぱかわいいね。かわいいね。サンダース。口がかわいいな。雷ポケモン。雷ポケモンなんだね。細胞が出している弱い電気をひとまとめにして強力な電撃を放つ。あ、表紙もかわいい。あ、181なんだ。なんか計らずもあれだね。図鑑番号順に来てるな。電気ショックも覚えとこう。
まあ、この次はねブースターだと思うけど、その後図鑑の並びがどうなるかは皆目見当もつかないね。どうなるんだろう。ガーネットちゃんをブースターに進化させるよ。おー、かわいいな。いや、ブースターかわいいよね。で、女の子のブースターってよくないですか。僕いいと思うんですよ、すごく。ブースターもな、ちゃんと使ったことないもんな。ポケスリも強いんだけどね、ちょっと特殊なスキル持ってるっていうか、ただね、そのスキル持ちはまた別の子を育てちゃってるから、ポケスリでも使えてなくて、いつかあれだな、ブースターを相棒に旅とかしたいな。炎ポケモン。炎ポケモンなんだね。ブースターは炎ポケモンで、サンダース雷ポケモンなのに、シャワーズは泡吐きポケモンなんだな。吸い込んだ空気を体内の炎袋に送り込み、1700度の炎にして吹く。やば、熱いね、1700度はね。うん、あ、エーフィーが183なんだ。あー、なるほどね。184は誰かね。じゃあね、グレイシアかリーフィアのどっちかかなって思うんだけど、ちょっとリーフィア行ってみますか。あ、エビフライがおるな。エメラルド。エメラルド、いい名前だよな。エメラルドをリーフィアに進化させるよ。あー、リーフィアも可愛いよね。あー、ちょっと足のところにね、ちょいってね、草っぽいのが生えてんだな。草っぽい毛が、ムダ毛が生えてんだな。リーフィアも可愛いな。草タイプ可愛いやつ増えましたよね。増えましたよねっていうか多いよな。SV やってるとすごい思うわ。新緑ポケモン。あ、185か。あ、晴れた日に寝ているリーフィアは光合成をして綺麗な空気を作り出している。あ、で、身長もちょっとなんか、V 図によって微妙に差があるんだな。リーフィアは1メートルあるんだ。リーフィアが185だから、グレイシアが184かな。葉っぱがあった。なんか、強いやつ覚えるね。グレイシア行ってみますか。ラピスラズリのグレイシアよ。グレイシアもなぁ。見た目はいいよね、ほんとにね。かわいい。かわいいし、美しいし、かっこいい。グレイシアいいね。ポケスリのグレイシアも結構強いんですけどね。ブースターと同じスキルでね。新設ポケモンなんだ。ああ、新設ポケモンと新緑ポケモン。同じタイミングで追加されたんですかね、グレイシアとリーフィアって。ちょっとわからないけどね。体温を自在にコントロールし、大気の水分を凍らせて、ダイヤモンドダストを巻き起こす。身長はちょっと低めですかね、V図の中ではね。あ、186だった。あ、そうなんだ。凍える風。かわいいなぁ。で、あとね、ブラッキーにね、進化させたいんだけど、このすげえ走り回ってる、オニキスくんをね、ブラッキーに進化させようと思っていて、多分ね、進化条件がね、違うんすよね。ただ石を使えばいいとか、そういう感じではないと思うので、ポケスリで言うとね、ポケスリで言うと、睡眠時間を150時間一緒にとって、夜の時間帯で進化させると、ブラッキーになるんだよね。だからね、多分夏期だと思うんだよな。その、睡眠時間関係の条件が出てくるやつは夏期進化だと思うんだよ。で、かつ夜にレベルアップすると、ブラッキーになるんじゃないかな。というので、ある程度夏期度はね、上げているんで、ちょっとレベルアップさせてみますか。夜の時間帯でね。お、来たー。 T ブロンコ来たー。この子はこの子でちょっとフェアリーアジト、フェアリー組のアジト対策にちょっと育ててたんですけどね。 T ブロンコの様子が、
40代手前ぐらいで進化し始めたかな。わあ。誰だっけ、シュウメイ殿が使ってたんだっけ。うん、戦ったことはあるけどね。ブロローム、ブロロローム。ローの数がな。あ、滝藤ポケモンになったね。短気筒ポケモンでしたもんね、進化前のね、ブロロの時はね。鋼ね、毒のままだけど、タイプは毒素と岩の成分を混ぜたガスを8つに、あ、 V8 だ、8つに増えたシリンダーで爆発させエネルギーを作る。 V8 になったか。重さ120キロか。重さ500とか近くあるポケモンやっぱ少ないよな。ギアチェンジ、なんか面白そうな技、面白そうな技いっぱい覚えてんだよね、Tブロンコ選手はね。歯車を回して、あー、攻撃を上げてかつ素早さもグーンと、やばくない。あ、これオリジナル技なんだろうね、ブロロロームのね。で、やったすごい、予想通り。マジで調べてないからね。なんか初めて役に立ったんじゃない？ポケスリ知識。これまでね、マイナスにはならないけど、決してプラスにもならないことでおなじみだったんだけどね。俺のポケスリ知識。オーニンキス、あ、これ違うのになっちゃったらどうしよう。どうだろうね。ニンフィアンとかになっちゃったりして。でも、そうだと思うんだよな。あれおかしいなぁ。おかしいなぁ。ニーフィアになっちゃった。あれ、ニーフィアの進化法なんだっけなぁ。ポケスリ、ポケスリで進化させてんだけどね。夏木じゃないのかなぁ。失敗した。失敗したなぁ。結びつきポケモンなんだね。敵意を消す癒しの波動をリボンのような触覚から相手の体に送り込む。そうか。あまりにも敗北すぎるな。そうですか。オニキス。オニキス。ちょっと少しでもフェアリー感を演出するために。こうしておくか。オニキス。いやー、このなんかプロジェクト失敗感俺の V プロジェクトが失敗感半端ないわ。まあブラッキーはね、プルピケ山道にいたかな、あのマップで見えてはいたから、野生で捕まえるのが一番手っ取り早い気はするんだけどね。そうか。まあニーヤもね、ずっと空いたままになっちゃう可能性あったし、図鑑埋められたからいいんですけど。ああ、そうだ。特性とかちょっと見とくか。ちなみに、陽剣刀くんはね、野生のポケモンから必ず逃げられる。逃げ足という特性だったんですけど、シャーズになると、あ、貯水じゃん！貯水いいね。水タイプの技を受けるとダメージを受けずに回復する。ウパヤマさんと同じだね。これはいいやつだ。あー、蓄電だ、サンダースは。ブースターは？あ、もらい火！あー、あれだね。グレン・アルマとか、ズギュバーンとかね、キピドーンと同じだね。それ系か。あ、雪隠れね。これもいいやつよ。あー、特性みんな強いんじゃないですか？まあ、悪くないよね、リーフガードね。インフィアは。やーば。やーば。これはやばい。メロメロボディーかー。しかも、オニキス、性格もいいね。こう見るとね。特攻上がって攻撃下がるだ。これは良かったね。オニキス使ってもいいかな。で、エビフライ。エビフライはシンクロだもんね。これは見てましたもんね。なるほどね。ちなみに、テラスタイプはやっぱノーマルのまま。それはそうだよな。変わんないよな。まあでもね、ヤバキスがテラスタイプノーマルでね。まあノーマル技ね、ギガスラッシュとか破壊光線とか強い技あるし、弱点を変えるっていう意味ではね、割とありかなとも思うしね。
このままでもいいかもしれない。ここ花畑のせいなのか、まあ水もあるからかもしれないけど、すごい処理がね重くなるよね。フェアリー組アジトのね攻略に乗り出していこうと思うんですけど、おっラッキーのやつじゃん。ラッキーの、さらに進化後のやつだよね、あれね。いるのか。割とこの辺歩いてんだけどな。見てないな。フェアリー組アジト。チームルクバー。オルティがね。スターダンボスの中で2番目に強いと言われている。1番目に強いのが、まあ最後に残す形になる、ビワちゃんなんだろうね。パルデアでも有数のアパレルブランド。経営者の息子。はぁ。あ、なんかさ、あ、でも違う。発光シティにさ、すげえでかいビル持ってる企業あったけど、あれは不動産会社だったか。アパレルブランドではないね。甘やかされて育ったためか。常に他人を見下している。いけすかない、お坊ちゃまキャラって感じ？なるほど。まあ、せっかくね、ブイズをさ、揃えたからさ、まあ、揃ってはいないんだけど、一匹ぐらい、アジトに連れてってもいいかなとか思ってたんだけど、フェアリーに強いブイズっていないんだよね。てか、フェアリーって弱点あんまなくて、二つしかないんだよね。鋼と毒の二タイプしかないので、まあ、それらのね、メンツで組みつつ、あとちょっと、ボルトゲインとね、アメカジ姫は進化しそうなんで、一回 B でキャンセルしている状態なのでね、連れてきていますが。まずこのメンツでね、門番戦だね。でね、この、要注目選手、T ブロンコ。で、タイプ鋼、毒、両方持ってんだよね。鋼も毒も効果抜群だし、かつね、フェアリー技をね、両方半減できるんですよ。だから、フェアリー技はね、全然効かなくなるはずなんだよね、T ブロンコには。ここではめちゃめちゃ強いと思う。あと、駒田夏夫さんね。駒田夏夫さんがさ、割ともういい年じゃないですか。いいレベルだと思うんだけど、進化が来なくて。レベル46だからね、もう。だからなんか特殊なやつなんだろうなと思って、石とかは一通りね、見てみたりはしてるんですが。見た目的にもね、図鑑的にも、進化はすると思うんだけどね。まあせっかくレベル46まで育てているんで、彼を先頭で、アジトに向かってみましょう。なんか人がいるんだよね。スター団の団員ではなさそうな人。それではまた後ほど、ピアノのお稽古の時間に。はぁ、あー、執事か。坊ちゃまによろしくお伝えください。ヒデジー的な。わかりました、犬ヶ谷さん。ネームドキャラなんだね。犬ヶ谷さんか。犬ポケモンを大量に使ってきそうだな。おや？犬ヶ谷さんの方と戦うんかな。そんな気がしてならないな。あなた様も坊ちゃまの語学友の方でしょうか。語学友っちゃ語学友だよね。同じ学校だし。まあ、さっき見たけどね。坊ちゃま？さようでございますか。ご存知ないかもしれませんが、ここはオルティガ坊ちゃまが率いる。フェアリー組、チームルクバーのアジト。そういうの勝手に教えない。かわいいなぁ。スター団員大体かわいいよな、みんな。大変失礼いたしました。この方はどちら様なのでしょう。すごいマイペースな人だ。多分私たちの敵です。まあ、知れ渡っているからな。スター団にはな。なるほど。ということは、坊ちゃまの敵。ということで。そうです。元気がいいな。そうなります？そうです、敵だよ。ふむ、なるほど。であれば、え？そうですよね。私と一戦願えませんでしょうか。これいいえって言うと準備できるやつだよね。まあこのまま戦っちゃいますか。それでは参ります。ここね、推奨レベルね50って言われてるんで、結構レベル的には高いと思うんだよな。ポケモントレーナーの犬ヶ谷。フェアリータイプでしょう。バウッテル出してくると。あ、違うね。ギモ、あれじゃね、あれじゃね。
ベロバロッサの進化系じゃない？そうだよね。ああ、フェアリータイプ持ってた気がするね。悪フェアリーだった気がするな。疑問っていうのになんだ。確かに。いたずら妖精感はあるね。駒田夏夫さん、ちょっとね、技がね、他のは揃ってんだけどさ、鋼技がちょっとね、まだ弱いんだよね。メタルクロー、メタルクローだろうな、でもな。頑張れ。さすがに向こうの方が早いか。悪巧み、悪巧み、ステータス上がるやつだっけ。特攻はグーンとか。あー、おー強いメタルクローで、おさらに攻撃も上がったぞ。うん、まあまあフェアリーはね、鋼技放ってりゃ負けることはないと思うんだよな。悪の波動、うん、お、え、結構効くね。まあグーンと上げたからか。特攻効果今一つで半分以上持っていかれてしまった。うん、まあまあまあ。テブリム、ミブリム、テブリム、ミブルフだよね。テブリム、テブリムってエスパーだけだったと思うんだよな。毒組に行くときにフェアリーついてると毒に弱くなっちゃうから、ボルトゲインは連れていけないけど、ミブルフだったらいけるねって思って手持ちに入れた覚えあるから、うん、エスパーだけのはず。ここはじゃあできすぎくんで良いのでは。できすぎくんね、なかなか戦闘で出す機会これまでなかったから、ちょっと使いたいよね。テブリ、うん、かわゆいけど、犬ヶ谷さんあれなんだね、みたいだけだし、犬を使わないんだねなぜだろう。まあせっかくだからな、できすぎくんテラッサルとかも使っちゃおっか。おっそ、テラッサル重そうだな。確かにランジャモンの時も思ったけどな、ムーマージーすげえ重そうですよ。これでバランス保てんのすごい。シャドーボール、できすぎくん、さすがに、うん、さすがに一撃だよな。よし、おい、あ、テラスタルも相まってさらになんか重くなったな勝利がな。これはこれは、うん、お、でアメカジ姫ね。ボルトゲインの方はレベルアップしなかったか。アメカジ姫ね、最初はミっていうね感じでしたけど、こっからさらに進化して、おおやっぱこういう感じだな。アマージョ、草タイプはさ、なんかさ、どんどん人に近づいていくよね、進化することによって。うん、草だけですね。フルーツポケモン、気ぐらいが高いんだ、いいね。気ぐらいが高く攻撃的、下手の冠に触られるとたちまちおとなしくなってしまう。そうなんだそうなんだ。あー、俺の知ってるね、草タイプってやっぱラフレシアとかさ、ウツボットだったからさ、ちょっとギャップを感じるんだよおー、なに、トロピカルキックだって。これオリジナル技じゃない？あー、威力は70、南国由来の熱いキック。あー、相手の攻撃を 100% 下げるってことか。威力70ね。あー、こう踏む系のね、まさかね。アメカジ姫っていい名前だったね、じゃあね。覚えとこう。草タイプもな、可愛いポケモン多くて、激戦区ですね。そう考えるとね。新オイールとかもいるしな。ベテルギウス、ベテルギウスで行きたいんだけどな、草のエースはな。ライバルが手強い。お見事ですな。我が主、オルティガ・ボッチャマは私以上に槍手ですので。ご注意くださいませ。レベルはやっぱ高かったけどな。それでは失礼いたしますお疲れ様でした。君はどうするのかね。今の紳士はね、アカデミー、ええ、アカデミーの前の校長みたいなんだけど、え、先生だったってこと、あのモブ顔で。
今はボスの教育係らしくて、謎の経歴だな。教育係、時々ボスを迎えに来るの、あんまよく分かってないんだって話してる場合じゃなかった。君が敵だと確信したので私は報告してきます。疲れ様でした。なんか割と話せる門番だな、チームルクバーの門番は。お、ロト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 、カシオペア、君だろ。見張りに対処できたか。見張られている感じがするな、やっぱカシオペアに。そのアジトの主はスターダムフェアリー組、チームルクバ。ボスのオルティガはスターダムメカニック担当なんだ。あー、アパレルブランドの息子なのにね。まあ服飾担当はシュウメイ殿がいたしな。ボスの中では最年少だが腕は確かだ。侮るなよ。彼は基本的に自分より他人に行動させる、司令官気質だから少しプッツンしやすく。怒るとボスミス。そいつ司令官に向いてないよ。戦中と乗り込んじゃうんだ。割と欠点が強いっすね。やはりひたすら下っ端たちを倒していくしかない。うん。オルティガが現れるまで下っ端たちの猛攻をしのぐんだ。準備ができたらゴングを鳴らして大作戦開始。チームルクバーに勝ち込んでくれ。うん。そうか。どういうパーティーで臨もうかな。うん。組んでみた。このメンツでいこっかな。まあちょっとレベル42の子とかね、入ってるんだけど。大丈夫じゃない?ここまで来たらもうレベルというよりは、覚えてる技とかなのかなっていう気がするんで、うん。いけると思う。いや、結構楽しみだな。いろいろね、考えて組んだんで、これで挑んでみましょうか。まずはダンラッシュだよね。コッコロちゃん、ヤバキス、ムカシちゃん。この3体で挑む形ですね。うん。これでまた新しいフェアリータイプのポケモンとか見れるかな?あ、ここなんか挟まるんだよね、時々ね。大丈夫か?大丈夫か?その位置だったら大丈夫なのかな?悲痛なうめき声を上げていたからな。馬山さんがな、かつて。いいがが、緊急事態!スターダスト大作戦の稲葉発見!スターダスト大作戦の稲葉って言われてんだ。いい呼び方だね。直ちに体勢を整え、ボスをお守りするのだ。うん、このルールは変わんないよね。急になんか300匹とかね言われたら大変だもんね。30匹倒せ。おう、もう見えてるね。う、なんだあれ。おー、えー、え、待って。すげえ強そうなのがいるし、こっちではなんか知ってるポケモン浮いてるよね、浮いてるよね。え、こんなんじゃないよね。俺の知ってるプリンと違うんだが、浮遊している、特性浮遊のやつだな。待て、倒して。これが気になるよ。なんだこいつ。これあれだ、さっき戦ったやつだよね。犬ヶ谷さんが出してた。ギモの、さらに進化すんのか。なんかめちゃめちゃマッチョじゃない?これベロバロッサだよね。確実にベロバロッサがなるんだろうなっていう。あ、名前見なかったな、今。出てたんだけどね。あれか、ムカシちゃんか。ムカシちゃんはね、フェアリー、鋼だもんね。そうか。フェアリー組も出してくるか。あー、いっぱいいる。重すぎる。絶対絶命都市2に並ぶなこれ。うん、ピコの1とグリルーだな。なんかいんな、奥になんかいるね。あれ何、お花マン。はあ、知らないやつだね。ちょっと名前確認しておきましょうか。こいつはフラージェ。あ、フラエッティってまだ進化するんだっけ。まだいるな。あー、確かにね、赤い花、これレッペベの進化系じゃね、そんな気がするな。あー、んで
あーで、この人たちね、サーナイト様、でっかいな、こう見るとこう見ると人より全然でっかいんだね。あー、でっかいとやっぱちょっと使いたくなるね。サーナイトにはまだ進化できてないからね。まあ、もうあと1レベル上がればね、進化は見れるとこまでは来てんだけど。で、守りきれませんでした。そろそろボスの出番です。モービル、ウェーイ。ピンクいね。いい趣味してやがるぜ。こいつ無人島買ったらラブドゥッピ島って名前つけそうだな。おお。いいね、いいね、オルピガ。まあ、みんなかっこいいけどね、スター団の幹部たちの登場シーンはね。なんか、あ、俺もやりてえなっていう。ちょっとなんか憧れるな、この感じの登場シーンな。別にね、お坊ちゃまキャラになりたいわけではないんだけど、このなんだろう、ハートにまみれた感じでキザっぽく登場いつかしてみたいな。一回でいいから一回だけでいいから、この登場シーン味わってみたいね。ふん、お前が稲葉場なんだ。あの杖の持ち方とかも完璧完璧よ。あの感じでね、出れたらもうめちゃめちゃ気持ちいいでしょうね。正直予想外だよ。もっとごついの期待したのに。まあ誰でもいいんだけどさ、俺が負けるとかないし。フェアリータイプの可愛くないとこ、じっくり体験していけばいいんだ。なるほど。可愛いだけではないと。あ、いいね。みんなキャラ立ってるよな、スター団のボス。あ、ゴージャスボールなんだ。そうか、御曹司だからね。ゴージャスボール俺も好きよ。うわ、めっちゃいい、あの出し方。俺もあの投げ方したいな。可愛がってやるから吠え面書いて帰れよ。ルリルーね。ルリルーもフェアリーあるもんね。お互い水タイプは持ってるわ。水はそんな効かないもんね。水技打たれても全然大丈夫よ。ちょっとね、人心はね、やりたいやりたいことがあるんですよね。いきなり攻撃してくるかな。